里崎チャンネル。こんにちは。さあでは里崎荘、里崎アナウンサーさんですよね、元。まあ、そうですね、はい、アナウンサーやってたかな、どうだったかな。やられてましたやってたかないや、里崎って言いにくいんですよ、もうこれいつも困るんですよ、本当に。今、里崎は言えてます、章を噛んでましたよ。里崎は言えてますよ。里崎が難しいわけじゃなくて、章の方を噛まれてましたよ。難しいところに気を使うと、その後に噛むんですよ、気緩んで。里崎そうって言ってましたよ。里崎そうで、里崎そうっていい、いや、言いましょう、言いましょう、言いましょう、里崎章ですよ。だって、アナウンサーさんですよね。やりますよ、もう一回。よし、切り直した。こんにちは。こんにちは。さあ、今日はですね、里崎賞の、なんかちょっとドキドキしてましたね、今。そう思いましたね。言えたんだからいいじゃないですか。いやいや、なんかちょっと、それ、今のは、はい、統合層では許されてたんですか、はい、もう、曲抜けたら、テンションがもうこんなんじゃないですか。もう、自由になりましたから。そうなんですか。もう、曲にいた時なんて、こんにちは、みたいな、もう、あれですよ。さあ今日は里崎賞の、途中経過を報告ということですね、里崎さん、ね、みたいな、はい、丁寧に言うと雑にやってるんですか、仕事。いやいや、気持ちを解放しましたいいように言いますね、今勉強になります、気持ちを解放そうですね、何も背負ってないんではい、ということで、はい、里崎賞のセリーグ編ですね、はい、まあ、前回はね、パリーグ編やりましたけど、はい、ちょっとセリーグの人の途中経過、まあ、前回相澤がね、初代里崎賞ですけども、はい、じゃあ相澤からちょっと見ましょうか。そうですね、はい、今どうなっているか、はい、打率が2割6分1厘まあクリアですね、はい、基準ここにありますからね、はい、見てない人はね、ずっと見といてほしいんですけどここはまあ、ね、今日初めて見たっていう方はね、こう基準ここにあります、はい、だ2割6分1厘クリアですね。クリアです。ホームラン0、ちょっとまだね、そこ打ってないんですね、上がりきってないのかなと、はい、で、まあ、あと試合数が20試合、うん、で打席80の盗塁阻止率3割3分3厘、はい、で、こいつ1個というところで、はい、まあまあまあ、いい形ではそうですね来てますね、はい、だ去年はホームランもクリアしてたわけですね。クリアしました、クリアしました。今年もじゃあ、ホームランを、まあ、これからっていう。そうですね、まあ、ここから上げていきたいところですよね、うん、まあ、全体的にはいい形で、できてるかなっていうところはありますね、はい、で今、坂倉選手がね、そうですね、坂倉がね、今、打率が3割6分4厘、まあ、ホームラン0の、はい、まあ、9試合出場の24打席っていうところで、はい、まあ、出てきてるんでね、はい、坂倉もいい形で、出場試合数が増えていけばね、うん、盗塁阻止率も公式記録に乗ってくると思うんで、はい、そこに乗ってこないとね、そうです、評価の対象外っていうところでね、はい、相澤選手は去年、何が足りなかった、ホームランが足りてたの。いや、ホームラン打ってたと思いますけどね、何を、盗塁阻止率だ。盗塁阻止率が若干足りなかったんですよ、はい、去年はね、うんうんうん、去年の相澤選手の受賞成績ここに出てます、はい、はい、これで受賞ですはい、はい、で次、巨人、大城、今小林がね、怪我してるんで、はい、大城は打率2割8分8厘、うん、ホームラン1本、はい、19試合に出て59打席盗塁阻止率3割3分3厘っていうところで、いいじゃないですか、今ちょっと筆頭じゃないですか、はい、佐々木翔の打率もちゃんと安定して、ね、残してるし、ホームランもまあ1本ね、うん、まあ、まだは、ね、始まったばっかりですから、はい、まあ、ゼロだとね、あれですけど、1本打ってます。で、炭谷が2割7分6厘、ホームラン0、12試合、32打席、4割、うん、炭谷もホームランですね、そうですね、あれ、今、12試合でも、到達はしそうですよね、試合数。試合数はもう間違いないですよね、はい、はい、だから、まあ、炭谷の場合はホームランですね、うん、で次、じゃあ、DeNA、はい、戸柱。1割7分9厘、ホームラン1本、試合数が14、打席が40、盗塁阻止率3割7分5厘、こいつが2、はい、ちょっと打率が、そうですね、打率を伸ばしていく、頑張んないと、だから、うん、打つの方をね、やっぱ打って守れるなんで、はい、打つの頑張んないと、はい、打率はね、打率ホームラン頑張りたいですね、そうですね、でまあ、伊藤がね、はい、7月20日現在では、ちょっとなんかラミレス監督の意に沿わない配球をして、途中交代の、2軍に登録抹消っていう。謎の二軍懲罰で、はいはい、今二軍に20日現在は行ってます、7月、はい、2割3分3厘、ホームラン0、試合数14の打席が37の投手陣であり、まあ、全体的には寂しい、だから ね、このも結果出したらね、ごちゃごちゃ言われてなくてもいるんですよ、はい、
使われなかったら負けるからね、うん、からそれぐらいのごちゃごちゃ言わせないようにして結果出させて、はい、まあ使わなきゃ負けるよぐらいのね、はい、感じで持っていく成績残したいですね、うん、伊藤もね、そうですね、そしたらごちゃごちゃ言われなくなりますから、うん、で続いて中日、はい、アリエル・マルティネス、お打率が3割9分4厘、おホームラン1本、はい、14試合出場の36打席、はい、盗塁阻止率はまだ乗ってないです、はい、でこいつが1個というところで、はい、打撃はクリアしそう、ちょっと、本命かな、本命か、いやそうですね、でまだ公式記録に NPB の盗塁阻止率出てないですけど、はい、まあ、これ試合ね重ねていけば、はい、多分来月には乗ってくると思うんで、ちょっと前のなんかニュースとかには盗塁阻止率結構いいみたいな感じで書いてある、そうそう、まあその中で、まあ、クイックもあるんで盗塁してされてるところもあるんですけど、はい、まあ、ここがねどう乗ってくるかっていうところで、はい、ちょっといやいい、いきなり2回目にして外国人選手がでしょ、はい、ありえるありえるだけに打ち合わせしないですからねすごい、でまあ対抗日本人で、まあ、加藤が1割1分8厘、はい、ホームランゼロの12試合20打席で、木下が2割8分6厘、はい、ホームランゼロ18試合47打席の盗塁阻止率4割2分9厘、はい、ポイツ1個だから、まあ、木下が対抗ですね、そうですね、はい、でも今ホームランが出てないんですね、そうですね、まあ、これからっていうね、まあ、名古屋ドームがね広いっていうところもあるんでね、はい、まあ、なかなかどうかなっていうね、ホームランっていうところがね、であと、阪神、はい、梅野、はい、3割4分4厘、おーホームラン2本、お22試合、うん、77打席6割2分5厘、ポイツ0、大本命、今梅野っすね、今もう完全梅野選手、梅野来たね、はい、もうあもうだってもう完璧じゃないですか、うん、全クリ全クリ全クリだってホームランも2本で、まあこの調子でいいですよ、そうですよ、22試合で2本ですからね、うん、これあと5倍 6倍あるんですから、はい、そしたら6に12ですからね、平均的にはクリアできるんですよね、はい、いやいけますよ、どうですか、梅野か、あれ梅野、はい、もう梅野もね去年も良かったんですけどね、はい、ギリギリのラインでねダメだったっていうところもね、うん、あったんで、そうですね、梅野佐々木賞あるっすね、ありますね、あとヤクルトが、まあ中村がね怪我してるっていうところと島がまた骨折したっていうところで ね、ちょっとヤクルトはキャッチャーが柔軟ですけども、うん、その中で、まあ、古賀選手がね、はい、打率が4分8厘、ホームラン0、10試合22打席、まあ、こいつが2個、はい、西田が最近かぶってたりしてね、うん、1割2分5厘、ホームラン2本で13試合で37っていうところで、ね、はい、ちょっとヤクルトは、うん、こうも総力戦になってくるかなって、キャッチャーがね、やっぱり主力どころが怪我してるっていうのはね、はい、若干苦しいところはあるんで、うん、まあでもこれはね、チャンスなんで、しかもチームの状態もいいんで、はい、経験値として、このキャッチャーとして、その佐々木翔とか佐々木翔じゃないとか、そういうんじゃなくて、キャッチャーとしてこの成長するね、チャンスを他にね、掴んでもらいたいですね、はい、でそれで一緒にね、チームと共に上がっていけばね、うん、本人も能力上がるし、チームのためになるし、ヤクルトとしてもね、キャッチャーがそう熱くなるんで、はい、まあ、チャレンジですね、今はね、そうですね、でも言えばめちゃくちゃ大チャンスなわけですもんね、そうですね、だからそういった面では、まあ、これからのね、選手なんで頑張ってもらいたいなっていうのもありますけど、うん、はい、まあ、セ・リーグは、はい、なんて言っても、うん、梅野が、梅野選手ですね、うん、でも里崎賞って、セ・パ分かれてないじゃないですか、はい、もうセ・パで一人じゃないですか。うん、ってなってくると、まあ、前回の動画と合わせて、そうですね、だからパ・リーグの方がここにあるんで、はい、そうなってくると今キャッチャーの中で一番打率がいいのは、まあ、梅野ですね、そうですね、まあ、マルティネス選手もマルティネスもいいんだ、マルティネスと梅野ですね、はい、3割以上がで、まあ、パ・リーグでは2割9分7厘の回がね、こう開幕し1ヶ月で言うと、うん、一番の打率ですから、だから梅野とマルティネスが打撃では、はい、ですね、はい、でもホームランはやっぱ甲斐選手が打ってるんですよね、そう、甲斐が3本あるから、はい、まあ、佐々木翔の一番重要ポイントは、はい、ホームランとあとパスボールしないですから、はいはい、ここが大事なん で、うん、そうですね、他の項目も大事ですけど、ここも大事なんで、はい、打って守れるっていうね、うん、でまあ、そうしたらマルティネス選手、やっぱ梅野選手も2本打って、甲斐選手も、この3人いいです、ね、で盗塁阻止率もね、梅野は 6割2分5厘だし、はい、甲斐も4割ね、で、まあ、マルティネスも多分入ってきたらね、はい、3割以上は十分出してくると思うんで、うん、そういった面でも、だからこの苦しいキャッチャー事情は12球団でいうと、はい、ロッテ、日本ハム、はい、ヤクルト、うん、で DeNA ですね、はい、完全に併用ってなると、なかなか成績もちょっと伸ばしにくいところは、伸ばさないから併用なんで、でも両方が高かったら併用でもだって上がっていけるんじゃん、確かにそうですね、だって相澤と坂倉なんてどっちもいいよ、はい、あ、そうですね、で大城と住谷もそう、確かに、そっか、まあチーム事情ですね、じゃあそうそう、チーム事情、はい、あと若手のね活躍で言えば太田とかね、はい、
あの楽しみだし、坂倉、はい、木下、うん、っていうところのね新戦力も楽しみだし、はい、でまあ若月がね、うん、昨年ちょっと打撃でねあんま良くなかったと今年ね上がってきてるんで、はい、その若月もねそのキャッチャーとしては非常に楽しみな存在になってきましたし、はい、だから面白いですねこのだからまあ本当にね田村と柿沼にはねもっと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 頑張ってほしい。あと森がねちょっと出だしがちょっとスロースターター気味かなっていうところでね、はい、まあここからあとまたねこの7月下旬にやりますから、はい、これまた2ヶ月経ってどういう風なキャッチャー事情がね変わってくるのかっていうねこの相対的な違いでね、はい、成長してるのか成長してないのか新しい人も出てきてるのかねチェックしながら佐々木翔をね、はい、1年間追いかけたいですね。まだまだ試合5、6倍残ってますからね。そうですね、はい、まあ怪我しないようにね、はい、頑張ってもらいたいですね、はい。